はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンダーライトの動画になっておりますけどもね、省内のみ動画をつけていただきますけども、さあ今日も無事に終わりましてですね、お疲れ様でした。もういや思ってるめっちゃ寒いの、もうね、もう年の瀬に、なんとか年越せそうだな。で、今日タイトルなんかでもね、まあ、お仲間さんに、あ、はいはい、またね、なんかタイトル釣りね、みたいなこと、まあ、あるかもやですけども、一応まあ、なるべく今応援していただいてるね、お仲間さん、なるべく多くの方に耳に入れといていただければなという形で、まあ、タイトル釣りです。で、まあ、長らくご愛顧いただきましたワイズファクトリーではございますが、ということなんですけど、まあ、ちょっと何年か前からね、ちょこちょこ小耳には挟んでいたんですけど、ちょっとこのワイズファクトリーがね、店舗を構えますこの辺の一帯、まあ、もちろん大家さんがいましてですね、で建物もだいぶ老朽化進みまして古くなってきたんでね、まあ、取り壊しとかね、まあ、大家さん、こう誰か違う人にこう土地ごと譲るんじゃないかみたいな噂出てまして、ちょっと数年前に出た時はね、まあ、立ち消えにはなってって現在に至るんですけど、まあ、つい最近なんですよ、ちょっとまたそのようなね話が、大家さんがまあ、建物の老朽化をこう理由に、まあ、建物を取り壊し、まあ、新しく建て直して、まあ、どうなんですかね、なんかマンションみたいなの建って1階がテナントみたいなことになるのか、もしくは、売却土地ごとね、みたいな話がまた再燃しましてね、まあ、これもちょっと不確定要素の多い話だったんでなんて思ってたところに、まあ、お世話になってる、まあ、今管理していただいてる不動産屋さんが、まあ、声にしていただいてるんですけどね、社長さんがなんかまあ別件でちょっと建物の様子を見に来た時にとっ捕まえて、こんな噂出てますけどみたいな話をねしたら、まあ、その不動産屋さんの社長が、出てますとその話出てますよと、かなり本格的に、まあ、大家さんが、まあ、実際にこの物件を手放す、もしくは、まあ、ご自分で取り壊してね、まあ、新しい建物を建ててまた、新たにリスタートなのか、まあ、もしくはもうしばらくこのまま行くのかね、まあ、それは検討中らしいということなんですけど、その話ってねすぐ動き出す話なんですかなんて聞いたら、まあ年内はないですよって言われたんですけど、まあ、年内ってあってね、もう12月の日も入って何言ってんだっていう、いやだからまあそうかと、年明け早々動き始めてたらね、こんな話ね、だから僕もそうか、まあ、年明け早々急に動き始めてね、こんな話をお仲間さんにするのもなんだなと思って、まあ、年内にどっかでしときたいなみたいなことはあったんですけど、まあ、だから、まあ、今日のお話で、まあワイズファクトリーがね、まあ自分の努力ではもうどうにもならないじゃないですか、まあ、この辺をね所有している建物を所有している方がいて、その方がまあ建物も本当古いんでね取り壊すって言えば、ああそうっすかってことになっちゃうんで、まあ、僕が別にそこをねどうのこうのできる話でもないね、まあ、神さんがこの仕事をねあと30年は頑張れよなんて言われて、
そんな今50ですから80までこの仕事できっかよなんて、まあ、冗談で笑いながら言ってましたけど、まあ普通にね、頑張って僕が70、80までとかって言ったって、よくよく考えたら現実逃避してましたよね、僕もね。実際この建物自体、この、3軒並んでるんですけど、建物の傷み具合はかなり進んでましてね、古い建物なんで、作りも古いし、まあ、それで家賃が安いっていうのもあるんですけど、実際こうね、まあ80まではできるとは思ってませんでしたけど、普通に考えたらね、建物がまあ持つわけないよねっていうね。だそうすると、大家さん的にもね、ビジネスでしょうから、そこは取り壊して新しい建物なりね、やっぱ売却なりとかっていうのはあるんでしょうけど、まあ大家さんがね、いやその話は保留にして、もうしばらくこの現状維持でっていうことになっても、まあわずか数年の話でしょうし、じゃ あの取り壊してね、新しく、こうマンションなんかも建ててなんて言った時は立ち退きの話が出るんでしょうね、僕なんかもね。で、まあいやでも1階はテナントなんかにしてね、こう売却さんもできるようになんて言っていただいても、多分僕はそこには戻ってこないでしょう。まあ家賃ももちろん上がっちゃうし、なんていうかな、僕のやりたいスタイルっていうのが、その普通の人の考えるやり方とは非常に違うのでね、なんていうかこう、普通だったらどうなんだろうな、今ある建物を取り壊すと、建物自体はこう敷地の奥の方へオフセットして、まあ、今店の裏手が駐車場になってるんですけど、その建物をオフセットして駐車場の方に建てて、普通はね店前にこう駐車場とか、まあ、1階テナントにするんならですけどね、まあ、しないんであれば、まあ、またマンションだけとかになればまた違う作りになるんでしょうけど、まあ、いずれにしても僕のねビジョンは、テナントにならなかったら、まあもちろん僕も入る、ね、理由がないんで、でもまあもちろんこうテナントで1回お店になったとしても、僕はまあここに戻ってくるっていうビジョンがないのでね、だからまあここから出ていくってことになるんでしょう。もちろんその大家さんがね、新しく建て直すっていうことになる以外に、売却みたいなお話もあるんでしょうけど、もちろんこの建物を、棚ごと買い取るなんていうビジョン持ってる投資家なんていないと思うんですよ。ここを土地建物ごと買ったら、もちろん取り壊して、まあ、マンションなり、テナント付きのこうね、まあ、ビルが建つのかどうか分かんないですけどね、まあ、どうだったっけ、低層住宅地域とかだったような気がするから、あんま高い建物も建てられないんだろうけど、でそうなった時にね、やっぱりこう道楽でこんな、ね、土地建物ごと買う方はいないと思うんで、オーナーさんがまた変わるってことになれば立ち退きが来るんでしょうね、まあそうなった時もやっぱり、ね、まあだからまあいいんですよそこはね、立ち退きということになれば、いただくものをいただいて新天地を目指すということになるんでしょう。だから僕別にそこにね悲観も絶望もないんですよ実はね。だってこの建物があと30年、まあ30年僕ができるかどうか分かんないけど、そんなに長く持つとは思えないんでね、現実的に考えれば、だからどっかでそれが来るんだろうと思えば、まだ体が動くね、まあ、フレッシュな50代のうちに、まあ、フレッシュなわけじゃないけど、それが60、70になった時きついじゃないですか。だからまあその話が現実的にあるんであれば早い方がいいのかなっていうことでね。でもちろんこの今ねやってるお店もう15年6年って、まあ、必死こいてずっと貧乏しながら休みなくやってきた
この場所に思い入れがないわけじゃないですよ。それはないといえば嘘になるし、もう本当にね、まあ、僕が頑張ってなんとかできるものなら、ものならそうしたいけど、そういうわけにもいかないし、思い入れはありますけどね。本当こう上のお姉ちゃんが生まれた時ぐらいから始めたお店でね、ですけど、まあただね、そのそれが、まあ、ここをね、ついの住みかみたいなことイメージがあったけど、まあそういうわけにもいかねえんだろうなっていうね、ことですよ。だからまあ、新天地目指して、そこでね、まあただそこが、なんだろう、あまりオートバイ屋さんにこだわってるわけでもなくて、僕もこの年になってね、ここで商売できなくなります、どっか引っ越しますって言った時に、じゃあ果たしてね、あのバイク屋さんのスタイルでとか、もちろんうちがなくなっちゃうと困るって言ってくれてるお客さんも若干名いるんでね若干名ねいらっしゃるんで、まあだからね、今のスタイルで原付屋さんと何か複合的なことをするのか、まあまるっきり商売買いするのか、まあ絶対にバイク屋じゃなきゃダメだみたいなことがないんでね、生き残るためにこう、生活費を稼ぐために、まあ僕に何ができるのかなっていう、まあ、そんなにすごいオートバイのスキルを持ってるわけじゃないんで、死んでもバイク屋じゃなきゃダメだみたいな考え方がないわけですよ。そもそもね、お店立ち上げる時も何かできることないかなって言った時に行き当たったのが、まあバイク関係だっただけで、別に飯食いれば何でもよかったなみたいなとこあったわけです。サラリーマンができる気質じゃなかったので。だからまあ今後もね、まあ、もちろんここで継続していければそれが一番ですけど、まあそれもね、10年20年ということは叶わないんだろうっていう時に、まあいろいろ考えていかなきゃいけないなという感じです。だからまあもしかしたら年明け早々そんな話が動くんじゃねえかなみたいな、なんか年明け早々こんな話するのも嫌だなと思って、まあ一応お仲間さんにこのお話だけね、ご報告だけ、もちろん年明け早々にそんな動き出るようなことあれば、お仲間さんにどんどんお話ししていかないとっていうこともあるんでね、まあんまりいきなり年明け早々こんな話したくねえなと思って、なんとか年内にと思ってたんですが、まあそんな感じです。ご報告だけ、まずね、そんなことがあるかもや、まあ多分近々にあると思いますんで、そのご報告だけしておきますね。なんだろう、どう抗ってもね、どうにもならないこともあるんで、まあ先見ていきますよ。まあ、今日のお話はね、年内、まあなんとかね、今年、2021年年越しはできそうな感じでございます、おそらく。で、年明けて2022年ね、まあ普通に営業スタートできると思いますけど、何かもしかしたら激動な1年が始まるかもねっていうね、そんなご報告だけ今日させていただきました。お付き合いいただいてありがとうございます。ちょっとまあしんみりしちゃう話だったなすいません。ちょっとね、やっぱり思い入れもある場所なので、まあ簡単には心の整理はつきませんけども、でもまあね、先見てやっていかないといけないんで、まだ終わってないつか、個人的にはまだ何も始まってないっていうイメージでいこうかなと思ってますんで、まあ、今後もちょっとね、応援とお付き合いのほどよろしくお願いしますという感じでございます。はい、今日はこんな感じです。ありがとうございました。この企画、曇りなき眼で見届けよう、まさしく見届けてください。ありがとうございました。